皆さんこんにちは。レクリエーション介護士の大園です。この動画は脳トレの問題を用意しています。少しの時間でも構いませんので、脳の活性化のきっかけにつながればと思います。それでは早速問題に移っていきましょう。どうぞ。今回は大きな数字はどっち、右と左で大きい数字を選びましょう。まずは例題です。こちらの問題はどちらが大きいでしょう。はい、こちらの問題は右の方が大きいですね。このように制限時間5秒で問題を解いていきましょう。計算に慣れておくために本番の前に軽くウォーミングアップをしましょう。数字だけの場合もあります。まずは初級10問にチャレンジしてみましょう。問題は10問連続で出ます。それでは本番です。準備はいいですか？では初級です。今日は以上です。一度休憩しましょう。皆さん、初級はいかがでしたか？こんな感じで問題は進めていきます。5秒という制限時間の中での計算ですので、どうしても焦ってしまいますが、それが脳の活性化につながります。それでは、次のレベルへ行ってみましょう。次は中級です。形式は先ほどと同じです。
中級は以上です。一度休憩しましょう。皆さん、中級はいかがでしたか？制限時間内に2つの計算を行い、さらにどちらが大きいかを選ぶのはとても忙しいと思います。つまり今皆さんの脳はとても活性化されているということです。次のレベルは上級になります。基本的には中級と同じ形式ですが、上級は10よりも大きな数字が出てきます。いよいよ上級です。形式は今までと同じ、答えが大きくなります。上級は以上です。それでは休憩しましょう。皆さん、上級問題お疲れ様でした。本編の問題はこれで終了ですが、さらにおまけの問題を用意しています。制限時間が3秒しかありません。難易度はかなり高くなっていますが、興味のある方は挑戦してみてください。これが最後の難易度です。それでは参りましょう。全問終了です。皆様お疲れ様でした。一度リラックスして体を伸ばしましょう。速さを意識することによって脳の情報処理速度が鍛えられるというふうに言われています。大事なのは正解数ではなく脳を働かせることです。同じ問題でも構いません。いろんな問題に挑戦して脳を活性化させましょう。それではまた別の問題でお会いしましょう。